になります。でソプラノの方は時々高い声を出してくださいませ。高い声で、アルトはテナーがやっぱり高い声で、バスが低い声でイメージでやってみましょう。3はい、ありがとうございます。僕はあの皆さんが上手だからあえて言わなかったんですけども、立ち姿勢が綺麗ですね。あの立った時にこうお腹を使うからといってこうならずに、まっすぐこういう風にして、ね、こうじゃなくってこうですね、こういうかかと、お尻と肩、この耳、この辺りが直線になるなってるかな、こんな風になるといいと思います。ちょっと不安な人は、軽く膝を曲げてみると、軽く膝を曲げてみるとそれがやりやすくなります。こう、こうするんですね。じゃあ10回だけやってこれを終わりにします。3はい、10回ですね。数えてなかった。10回って言って始めましたから、ね、10回やります。3はい、